綾子お姉ちゃんもひどいよね。今までずっと黙ってたなんて。遥の件は綾子が悪いんじゃない。だから綾子を責めないでやってくれ。綾子も今まで言い出せなくてきっと辛かったはずだ。それは分かってるけど、でも家族には本当のことを言ってほしかったな。はるか姉ちゃんが俺たちのことでそんなに思い詰めてたなんて、俺全然気がつかなかったよ。そうか。まったく、はるか姉ちゃん何でも気にしすぎなんだよ。おじさん、はるか姉ちゃん見つけたらガツンと言ってよ。俺たちはるか姉ちゃんのこと全然気にしてないからって。はあ、ちゃんと話すから心配するな。おじさん、豆も昼飯の時間か。相変わらず元気そうだな、豆。豆、まだだからね。まだ食べちゃダメ。よし。はるかお姉ちゃん、今頃何してるのかな。ちゃんとご飯食べてるのかな。はるかのことなら心配するな。カムロ町にいるはずだ。そうだといいけど。おじさん、俺どうしたらいい。はるかのことは気にするな。お前は野球に集中するんだ。でも、はるかは必ず連れて帰る。そうしたらみんなでお前の試合を応援に行くさ。その時はいいところを見せてくれ。わかったよ。はるかお姉ちゃんを探し出すってどうやって探すの、おじさん。そうだな、まずはカムロ町にいる知り合いを当たってみる。知り合い？ああ、秋山って男だ。大阪やカムロ町ではるかの助けになってくれていた。あいつなら何かはるかに聞いているかもしれない。すぐに電話で連絡を取ってみよう。おじさん、さっきネットでいろいろ調べてたんだけど、はるかお姉ちゃんに関する情報は何も見つからないんだよね。 SNS とか全然やってないみたい。そうか、調べてくれてありがとうな。はるかについてはとりあえずカムロ町の知り合いに聞いてみようと思う。もしかしたら何かはるかに関する情報が見つかるかもしれない。じゃあ僕ももう少しネットで調べてみるよ。すまないな。あのさ、おじさんがはるか姉ちゃんと最後に会ったのいつ？3年前だ。俺が週刊中に一度面会に来てくれた。朝顔のみんなはよくしてくれるって言っていた。そう。もしかしたら
その時からハルカは悩んでいたのかもしれない。俺が気づいていればこんなことにはならなかった。本当にすまない。おじさんは悪くないよ。でも早くハルカ姉ちゃんを探さないと。もしかしたら悪い人に捕まってるかもしれない。ああ、必ず探し出してここに連れて帰る。そろそろ晩ご飯の準備しなきゃ。あ、おじさん。晩飯の準備か。何か手伝えることはないか。ううん、いいの。これくらい一人でできるから。それにいつまでもお姉ちゃんたちに頼ってちゃダメだと思うし。そうか。あのね、おじさん、おじさんがはるかお姉ちゃんを見つけたとしても、はるかお姉ちゃんがこの家に戻ってくるかはまだわからないよね。そんなことはない。ちゃんと会って話せば戻ってくるさ。だから心配するな。うん。お客様がおかけになった電話番号は現在使われておりません。番号をお確かめになってもう一度おかけ直しください。おじさん、秋山って人連絡取れたの？いや、連絡先が変わってた。え、そんな。電話がダメなら直接カムロ町に行って探す必要があるかもな。でもそれじゃあまた私たちを残して出ていくってこと？じゃあ行ってくる。今度帰ってくるときは電話してから来てよね。こっちもいろいろ準備があるんだから。よく言うよ、シロなんか全然うちのことやらないくせに。カムロ町に行くんでしょ？おじさんが行ったらまた危ない目にあったりしない？秋山って男さえ見つければもうカムロ町にいる必要はない。あまり長居することにはならねえさ。はるかお姉ちゃん見つけてもあんまり怒っちゃダメだよ、おじさん。わかってる。みつお、野球の練習頑張れよ。うん。それから太一、コウジ、シロ、エリ、リオナ、イズミ、アヤコ、今度はそう長くは待たせねえ。俺もハルカも必ずここに帰ってくる。そうか、マメもいたな。またお前たちのその笑顔を見せてくれ。じゃあな。この町に帰ってきちまった。